そいこおる桜井都氏を韓国のムンジェイン、ムンジェイン大統領はいつか、奉還している中国の大き国務委員権外相とソウルで会談し朝鮮半島の非核化に向けた中国の支援をも、王氏は多国間主義と自由貿易の遵守を強調して米国をん分子は 習近平国家主席へのメッセージも伝え、近くお会いすることを期待している来年早期の国賓としての奉還を要する。王子の奉還は2015年10月以来で文政権に入って初め、韓国は習氏の年内奉還を打診してきたが、習氏は6月に訪朝し、 北朝鮮を優先する姿勢を示した。中間両国は今月下旬に中国で開かれる日中韓首脳会談に合わせた首脳会談を調整した。韓国政府当局者は中国側も来年上半期の終始の国賓訪問を真摯に検討していると説明し、文子は 朝鮮半島の完全な非核化に向けたプロセスが重大な岐路にあると中国の支援を求めた。王氏は、中韓は対話と協力を強化、多国間主義と自由貿易の国際ルールを遵守すべきだと強調した。王氏は、公共は、ギョンファ外相との前日の会談でも、 米国を念頭に一国主義を批判して、米国ではなく中国と歩調を合わせるべきだと文政権の取り込みを図ったか。